中学受験どっちがどっち。これも最近はね、はい、あのコシヒカリ一強じゃないのね、うんうん、茶谷先生、今日どっちは志願者数の多い中学ランキングどっちがどっち。まあ、日頃我々はあのよくまあ偏差値とかね、はい、どこの学校難しいですねとか、はい、そんなことをよく話してるんですけども、はい、じゃあ実際、受験者、はい、まあ、志願者を集めてる学校って一体どこなんだろう、うん、っていうことを、まあ、今一度ちょっと見直してみると、うん、まあ、意外なことが分かったと。そうですね。まあ、まあそうだろうなっていうことはありますけど、うん、それをまあ、 あの実際ちょっと数え上げてみたという感じですね。で、大体この学校が生徒数集めてるだろうな、うん、受験者集めてるだろうなっていうところをまあピックアップして、うん、あといろんなサイトも参考にしてですね、うん、まあ、最終的に畑先生足してくれたの。あ、そうです、計算を足しました。なるほど。ということなので、ちょっと間違えてるかもしれません。あの誤差があるかもしれませんけど、その場合はまた優しく注意してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、まずは全国ひっくるめてですね、はい、志願者数の多いところを順番に言っていこうということになります。はい、そしたらまず、第1位ですね。第1位は栄東。でしょうね。これはもうダントツですよね。そうですね、はい、もう12,150名ね、ダントツです。もうこれだから受験の当日もあの辺の駅とかごった返してるって言いますからね。そうなんですよね、はい、で、まあすごい数ですけど、うん、やっぱりこれあの数が多いんですね。受ける、うん、あの日程が多いんですよね。はい、だから5回ぐらいですか。そうですね、そういうぐらいに分かれてる感じで、はい、まあコースもいろいろあるので、うん、偏差値の幅も若干広いですよね。そうですね、うん、一応上位にはあの入ってるという感じなんですけど、偏差値帯が、うん、まあ、あの一般にあの受験者を集めるっていうことになると、うん、まあ、子どもの数が、まあ、大体まあ中間層が一番多いので、うんうん、中間層の偏差値の学校っていうのが、まあ、うん、受験者数も多いっていうのが普通なんですけど、うん、まあ、この栄東は上位からまあもうちょっと上っていうところに位置してるということで、まあ、珍しいといえば珍しいです。そうですね。それでこれだけ集めてるというところがすごいですよね。そうですね、はい、埼玉の学校でまあ受けてくることになるという感じですね。そうですね。で、第2位が開智。これが4,585人ですね、うん、もうでもダブルスコア以上ですよね。そうですね、はい、多いんだけど、十分多いんだけども、十分多いけど栄東の半分もいないという、うん、はい、これまたでも埼玉。そう、 あ、そうですね、これも埼玉ですよね。で、基本的に前受けで受ける感じですね、うん、はい、これも問題なかなか面白い問題出してくれる学校で、うん、好きですよ。そうですね、はい、うん、偏差値帯としては52か62の間ぐらいと、うん、これも幅が広いですよね。そうですね。で、まあ、ちなみに偏差値帯は、うん、あのいつものように日能研さん、うん、まあ、R4 参考にというふうにしています、うん、そうですね。これもあの日程がね、うん、5つぐらいあるのかな。そうですね。その中でも1個合入試で算数単科入試がありますよね、うん、あ、そうですね、うん、面白い問題出しますからね、うん、はい、で、第3位が大宮改正、うん、これはあの、うん、あの改正中とは全く関係ない。そうですね。ですよね、はい、で、あの4,436人です、うん、これも多いですね。多いですね。で、これもまあ埼玉の学校で、はい、あの基本的に前受けで受けるという感じですね、うん、で、まあ、偏差値帯もあの54からあの59ぐらいの間という感じですね、うん、第4位が埼玉栄、これもあの、まあ、名前の通り埼玉ということで、うん、で、人数が4209ですね、うん、やっぱり埼玉の前受けっていうのはもう関東からしたら本当にあの、うん、もう大混雑というか、そうですね、すごい数受けるなという感じがしますよね、うんうん、そうですね、うん、で、まあ、これ偏差値帯としては42から51ぐらいで、うん、まあ、ちょっと中継どころかなという感じですかね、うんうん、まあ、今までのところで大体あの、うん、いろんな層をカバーしてますよね。そうですね。で、第5位が広尾学園小石川、うん、これがあれですよね、村田女子改め、うんうん、広尾学園小石川、うん、開学してからというか、まあ名前変更してからまだ日が浅いですよね、うん、そうなんですよね。でももうすでにトップ5。そうなんですよ ね、 ね、すごい人気です。本体の広尾学院よりも多いという。そうですね、はい、まあでもね、うん、名前があの広尾と小石川、うん、でもあのいい名前、ダブルネームですから。そうです、はい、両方ともブランドですよね、名前が。そうですね。まあでもこれプチ情報を言うとあれですよね、うん、あの村田女子、うん、昔あの村田学園小石川っていう名前だったのが、うんうん、まあ、小石川をもっぺんこれくっつけることでね、復活して、うんうんうん、で、まあいい名前のダブルネームにちょうどなったという感じなんですよ ね、 うん、 で、 ね、うん、で、あのこれも人数が4,047人、すごい数ですよね。4000に超えてます。で、まあこれはあの解禁日ということで、うん、まあ、2月1日からの日程で受けると
いう形になっておりますね、うん、で偏差値帯としては54から61というふうに、まあ、結構幅があると。そうですね、はい、まあ、回数蹴れるとこういうことになりますね、うん、そうですね。で第6位が佐久長聖、うん、長野ですよね。そうですね、うん、まあ、これがかなりその関東からも前受けで受けるというところで、まあ、有名なところですけど、人数が4017ですね。この佐久長ってもともと東京会場ってイメージでしたけど、うん、最近大阪会場も入った。あ、そうですね、ということで、まあ、関西の人も、まあ、選択肢に入ったということですよね、うん、そうですね、はい、まあ、より多くなっていくという感じですかね。そうですね。で、まあ、偏差値帯としては大体47分というところで、うん、まあ、一応中継どころという感じですかね、うん、はい、で第7位が東京都市大附属中学、うん、男子校ですね、うん、ここも個人的に言うと、うん、算数の問題ちょっと面白いと思います。うんうん、はい、そうですね。で、これ男子校で3966名ですね。大体、うん、人数集めてるところって、うん、まあ、たくさん入試回数やるのはもちろんですけど、うん、共学校が多いですよね。そうですね。その中でここは男子校。そうですね。はい、まあ、男子校の中でもまあちょっと群を抜いて多いという感じですね。うん、はい、で、まあ、偏差値帯としては、56から61という感じの、うん、まあ、幅があるという感じですね。まあ、中上位層が受けるという感じですね、うんうん、そうですね、うん、で日程としては解禁未行の2月1日以降という感じになっております、ね、うん、で第8位が岡山中学、うん、やっと関東圏じゃないところが出てきました。はい、そうですね。これはまあ関西圏の前受け校で、うんうん、まあ、有名そうですね。ですね、はい、で入試日程も本当にたくさんあるし、うん、コースもいっぱいあるんですよ。あ、そうですね。まあ、境東も同じかもしれないけど、うん、東大なんちゃらコースみたいなコースとかがあるんですね。うんうん、まあ、なので、いろんな幅広い層をたくさん集めることができるという感じだと思います。うんうん、そうですね。で、これ人数が3597人ですね。うん、頑張ってくれましたね。そうですね、はい、で、まあ、偏差値帯は36から55というのに、まあ、かなり幅があるということになりますね、うん、第9位が開智日本橋、うん、そちらの、うん、先ほどの開智中の真姉妹校、うん、そうですね、ということですね、はい、はい、でこれがですね人数が3453ですね、うん、これも多いですね。多いですね、うん、で、まあ、これは東京の中央区ですね、うん、にありまして、まあ、偏差値帯としては51から58で、うん、まあ、そこそこ幅広くあるという感じですね。まあ、回数も多いので、うん、はい、はい、で日程としては解禁未行の2月1日からという感じになっておりますね、はい、で第10位が広尾学園、うん、来ましたね、また広尾学園が、はい、大人気です。本当にもう大人気ですね、はい、で広学園はですね、人数が3451ですね。これはかなりその偏差値帯が高いところがありまして、うん、まあ、維新もありますのでかなり高く出ておりまして、うん、67から61の間という感じになっておりますね、うん、61から67じゃないの、うん、ちょっと言い出しましょうか。で日程としては解禁未行の2月1日号というふうになっております。で第11位が東邦大附属東邦です、うん、これも千葉ですかね。あ、そうですね、うん、千葉になっておりまして、まあ、基本的に前受けで受けることが、まあ、多い学校ではあるんですけど、うん、人数としては、3370ということになっております、うん、だからまあ最初、まあ、埼玉がダダダッと埼玉まで来ましたけど、うん、そしてちょっと東京勢が来て、うん、今度は千葉。そうですね、はい、で、まあ、前受けだけではなくて解禁未行もあるという感じになっておりますね、うん、はい、で第12位が横浜受験、うん、女子校が来ました。そうですね、女子校来ました、はい、そして横浜。横浜ですね、ですね、はい、でこれが人数が3317人ですね、うん、これは多分今年というかこの間の入試でドーンと増えたんですね、うんうん、50倍以上増えたですね、うんうん、理由はわからないんですけど。そうです、はい、で、まあ、偏差値帯としては41から51で、まあ、中傾向かなという感じですかね、はい、で日程としては解禁日後の2月1日号ということになっておりますね、はい、で第13位が専修大学松戸中学、うん、千葉ですね。そうですね、これも千葉になっておりまして、うん、人数が3248となっておりますね、うん、で、まあ、偏差値帯としては53から54の間という感じですね、うん、こうやって見てきても付属校人気っていうのが分かりますよね、うん、そうですね、うん、結構入ってますよね。そうですね、うん、でこれも前受けとプラス解禁未行というふうになっておりますね、うん、はい、で第14位が市川、うん、
これも千葉ですね。そうですね、うん、で市川中学はあの人数が3050人というふうになっておりますね、うん、まああの前受けで、まあ、少しその上位層が受けるところとして選ばれやすい学校という感じですかね、うん、まあ偏差値帯は、まあそのまあ、上位の64から65、うん、高いですね。そうですね、うん、市川中は結構高い感じでして。なるほど、はい、でまあこれも、前受けと、会期未考というふうになっておりますね。ここまでが、まあ、3000人以上ですかね、うん、あそうですね。で次が15位は山脇学園で、山脇学園が2990ですね、女子校 で、はい、で偏差値帯としては50から57という感じになっておりまして、受ける日程としてはあの会期未考というふうになっております、うん、あの港区にあるあの、まあ、東京女子校という感じですね、うん、で第16位が星野学園で、星野学園はですね2945人というふうになっております。であのこれも、埼玉のあの学校で、あの前受けで受ける学校ということになっておりますね。偏差値帯としては43から53というふうに、まあ中堅どころになっている感じですね。で第17位が三田国際で、三田国際学園は2917人志願しております。でここの学校はあの、まあ、東京の世田谷区という感じになっておりまして、偏差値帯としては53から58ないということになっておりますね。でまあ受ける日程は会期未考という感じになっております。第18位が豊島岡、うん、なんか、うん、やっとすごい最難関が来たみたいなイメージがそうですよね、はい、豊島岡女子学園は2836人と、うん、いうことになっておりますね、うん、でまあ、あのかなり難関で偏差値は67、68、まあ、それぐらいになるという感じですね、うんうん、でまあもちろんあのこれはあの会期未考の日程というふうになっておりますね、うんうん、だから本当に最難関で、うん、まあ、しかも女子校でこれだけ集めてるっていうのは大したもんだなというふうに思いますね。見事に上位層を全部平岸抜けるようにしてるという感じですね。で第19位が下越有明、うん、で下越有明がですね、下越有明は、2773人志願してるという感じでして、うんうん、まあ、あの江東区にある学校でして、うんうん、あの偏差値としては47から53と。っていう感じになっておりますね。で最後の第20位が独協埼玉、うん、まあ、これも埼玉学校になるという感じなんですけど、独協埼玉は、2780人というふうになっておりまして、偏差値帯としては39か43で、うん、まあ、中傾向というふうになっておりますね、うん、でこれもまあ埼玉で前受けの学校というふうになっております、うんうん、もうこうやって見ると本当に埼玉はすごい集めてますよね。そうですね、トップ、まあ、20位までで言うとトップ層から最後の方にもちょっとできて、うん、はい、全部合わせるとすごい数ですね。そうですね、本当に。だから日頃ね、あの関西は受験ハードなんですよみたいなことも言ってますけど、うん、はい、かけらも出てこないですね。そうですね、ちょっと人数が、はい、はい、うん、やっぱりこの関東圏がやっぱりあの、まあ、もちろん人口も多いんですけど、うん、あの中学受験する、はい、パーセンテージも高いですね、うんうん、東京のパーセンテージって4分の1が何らかの中学受験を受けるんですね、うんうん、まあ、だからそれでいくからもうこれだけの数、はい、ということになるんですよね。そうですね、そして中傾向も分厚くなっていくという感じですよね。そうですね、だからまあ中堅層からまあ上位層までドーンとすごいボリュームを受けていくということになりますね、うんうんうん、そうですね、はい、それでまああの全体的なもう全国的なベスト1位から20位までを言ったんですけど、まあほとんど関東だったので、うん、ここに出てこないそれぞれの地域のトップ層はどうなっているのかをちょっと軽く話していこうと思います、うんうんうん、はい、まずは、まあ、第2の、まあ、受験のメッカ関西ですね、はい、1位が高槻、これがあの1874人になりますね、うん、これはまああの男女共学化して、うん、まあ、より一層人気化ですね、うん、そしてあの設備も新しくなって、うん、いろいろチャレンジされているということで人気が上がってきている、うんうんうん、まあ、加えて、大阪医科大学うんうん、との連携も、まあ、鮮明に出ているということで人気化しましたね、はい、そうですね、でこれはあの意外でした、1位になってると思わなかったので、はい、そうですね、変化していきますね、そうですね、次の2位のところが1位じゃないかなと思ってたんです、うん、ああそうですね、はい、集計してみて意外、ね、そうですね、であの2位が西大和学院、うん、まあ、これはもういろいろ頑張ってるし、うん、そうですね、あの大学も勢いあるんで、うん、まあそうだろうなと、うん、まあ、1位じゃないのが不思議なぐらいでしたね、はい、そうですね、本校入試もやられてるし、うん、まあ、東京だとかいろんな地方でも散々やられてますから、うんうん、でまあ、東京まで合わせて1695人ということになっております、うん、第3位が政府、うん、で政府で、
1611年になっております、うん、まあ、男子校ですよね、うん、はい、まあ、伝統のある武教校なんですけども、ね、うん、これもいろんな形の入試をやってくれてます、うんうんうん、コースもいろいろありますし、うん、海外留学をドーンとものすごくさせるっていう新しいコースも作られていて、はいはい、うん、いろいろ何て言いましょうか、学校の価値を高めるべく頑張ってらっしゃる学校ですね、うんうんうん、そうですね、はい、でも3位に食い込んでると思いませんでしたそう、うん、すごい。で、あ、次4位が海明中学、うん、で海明中学が1530になっております、うん、これもいろいろ頑張られてるんですけど、うん、4位に食い込んでるのは意外でした怒られるかもしれないけど、うん、ここまで増やしてたかと、うん、頑張ってらっしゃるんだね。そうですね、はい、すごいなと思います、はい、第5位が同志社公立、うん、でこれが1472になっております。これも意外でした同志社系列の中学ではいくつかあるんですけど、うん、その中でもこれダントツで多いんですね、うんうん、でこれはすごく意外でした、うん、で第6位が手塚山学院で女子校で1469人となっております。うん、これは奈良手塚山じゃなくて大阪の手塚山学院ですね、うんうんうん、で第7位が政府南海で、1455人となっております、うん、第8位が大阪桐蔭で、1267人、うんうん、で第9位が明星男子校ですね、1139人、うんうん、で第10位が金蘭千里で1049人となっております。金蘭千里意外と集めてるなって感じしました。そうですね、うん、頑張ってますね。そうですね、はい、さらっと10位まで見てみました、うん、はい、はい、そして今度は全国ですね、うん、はい、まずは北からいきましょうか。北海道は北嶺が多いですね、うん、で北嶺が、1196人です、うん、まあ基本あれですね、うん、東京だとかそういう会場ですよね、うんうん、はい、そうですね、はい、で前受けるという感じですね。次は中部ですね、うん、で中部で一番多いのは滝中学が1868人ですね、うん、ああ、まあまあ名古屋といえば男の子は東海、うんうん、女の子は南山、うん、って感じなんですけど、まあ、次ぐらい当たる滝中ですよね、うんうんうん、そうですね、はい、でまあ募集人員としては東海よりも少ないんだけども、うん、受験者数はトップと。そうですね。で2番目に多いのが愛知中学、うん、で1486ですね、うん、で3番目が名古屋中学、これ男子校なんですけど、うん、1444人ですね、うん、まあこの愛知中と名古屋中はまあ共に中堅中っていう感じで、うん、まあ、ボリュームゾーンを集めてるっていうイメージですよね。はい、まあ、滝中は上位層を集めてるっていう感じでしょうかね、うん、そうですね、はい、で次は広島ですね、うん、でこれ広島がですね、これ安田女子を表す、うん、うん、まあ、難しいと言われている広島学院だとか、うんうん、まあ、その他いろんな付属とかもありますけども、うんうん、そうじゃなくて安田女子、うん、しかも女子校、そうですね、うん、女子校で1078ですね、うん、集めてますね。そうですね、うん、まあ、中継 の、 学校という感じですね、うん、はい、で前受けできるという感じですね、うん、次が、四国では愛校ですね、うん、愛校で1731人、うん、集めてますね。ですね、まあ、すごい古い話を言うと、昔まで愛校は現地しかなかったんですよ、はい、それで関西出身の子がたくさん受けてたんですけど、うん、でそれは関西いろんな西大和とかいろんなところが出てきて、うん、なかなか関西から集まらなくなったんで、うん、まあ、中部とか、うん、そして今度はまあ東京だとか、うん、いろんなところで説明会やるようになったんですけど、はい、それでもやっぱり受験するのは本校だけだった時は集まらなかったんですね、うん、それで大阪の会場を出して、うん、それからいろいろ出したらもう大当たり、うん、ということでこれだけ集まりましたね。そうですね。で、まあ、四国ではちょっと前までは土佐塾中というところがですね、うん、はい、東京とか大阪とかいろんなところの会場でやってくれていて、はい、これも数千人規模で集めてたんですけども、そのもう募集やめられたので、うんうん、もう今はじゃあ愛好ぐらいがたくさん集めるところというふうになってますね、うんうんうん、そうですね、まあ、前受け抜ける、まあ、難関校という感じですかね。そうですね。で次は九州ですね。で九州がこの一番多いのが宮崎日本大学ですね、うん、でこれがですね東京からだけで2627人受けるんですねでは、まあ、本校の受験がちょっと何人かが非公表であるんですけど、うん、分からないですよね、うん、実数が。そうなんですよね。でまあ東京とかから前受けで受けて中堅校ということになっております。でまあ次に多いのが早稲田佐賀、うん、
でこれがですね、1496人ですね、これはですよね、大隈重信の生誕の地、ということで、できてまあ十数年の学校なんですけど、集めてますね。そうですね、やっぱり付属校のまあ人気に乗ってると、まあ、早稲田にね、接続できるということですから、人気なんですね。そうですね、人気ですね、で、まあ、前受けで受けたりとか、まあ、2月5日以降もあるという感じですね。次が福岡大学附属大濠中学ですね、で、人数が1224、で、まあ、偏差値台が64で上位になっておりますね、最近すごく力を入れてきていて、勉強の方に力を入れているってイメージですね、で、次が西南学院ですね、まあ、これが人数としては1181人、中堅校かなという感じですかね、一般に偏差値に注目しがちな、まあ、受験の数字なんですけども、この志願者数というのは、まあ、本当に、まあ、ある意味、人気のバロメーターといっても、まあ、過言じゃないですよね、まあ、日程的に受けやすいとか、複数回やっているとか、まあ、いろんな条件はあるかと思うんですけども、それでもたくさん生徒を集められるというのは、まあ、今こういう学校が、まあ、選択肢の一つとして選ばれているんだということですから、学校選びの参考になりますよね。そうですね、併願校とか選ぶときに、あ、こんな学校あったんやという感じで、いろんな学校を知る機会になるかなというふうに思いますね。そうですね、まあ、勉強が夏休み頑張った後で、そろそろ、志望校について考える、絞り込んでいく時期になると思いますので、こういったことも受験校選びの参考にしていただければというふうに思いますね、そうですね、今日はここまでです。